これより新型マツダロードスター発表会を行います。開会にあたり主催者を代表いたしまして、マツダ株式会社社長古貝正道より皆様にご挨拶を申し上げます。皆様こんにちは。本日はお忙しい中、新型ロードスターの発表会にお越しいただきました。誠にありがとうございます。第4代目となる新型ロードスターを明日よりマツダの販売店で発売を開始いたします。昨年9月に日米欧の世界3カ所で同時にファンの皆様にそのデザインをお披露目して以来、大変長らくお待たせをいたしました。すでに3000台を超えるご予約をいただいており、お客様に心より感謝申し上げるとともに、一日でも早くお届けすべく全力で最終の作り込みを進めてまいりました。さて、まずはじめに少しだけロードスターの歴史についてお話しさせていただきます。ロードスターのような走る喜びを手軽に味わえるライトウェイトスポーツカーは、主に欧州で1950年代から60年代にかけて華やかでしたが、環境や安全規制強化に適応することができずに70年代には淘汰されていました。これに対し私たちはそれらの技術的課題をブレイクスルーして、ライトウェイトスポーツカーを復活させました。それが1989年に発売したユーノスロードスター、初代のロードスターです。この車は現在ではマツダブランドの象徴となっている人馬一体の走る楽しさや、オープン走行の爽快さ、手頃な価格などが高く評価され、発売されるや否や世界中で好評を博し、予想を超える大ヒットとなりました。当時はお客様をお待たせしないように広島の本社工場に加えまして、急遽山口県の防府工場でも一時的に生産することとなり、生産技術のエンジニアだった私は防府工場の生産ラインの変更に急いで取り組むことになったものでした。光栄なことに、このロードスターの成功は世界的に我々がオープンスポーツカーが復活したり誕生するきっかけとなったものと言われております。その後90年代の国内バブル経済の崩壊、2008年のリーマンショックと、さらにその超円高の進行など、幾度もマツダが企業としての存亡の危機にさらされながらも、四半世紀を超えて代を重ねてロードスターを作り続けてこられたのは、ひとえに世界中のファンの皆様のご支援をいただいたこと、それが私たちの心の支えになっていることにつきます。これまでマツダブランドを象徴する車にまで育てていただいたことに心より感謝を申し上げます。現在私たちマツダはお客様とのさまざまな接点でお客様の人生をより豊かにし、ずっと寄り添い走る喜びと笑顔をお届けすることで、お客様との間に特別な絆を持ち、選ばれ続けるオンリーワンブランドになることを目指しています。誰もが幸せになるという言葉は初代ロードスターのカタログのメッセージですが、今振り返りますと、この言葉はロードスターのみならずマツダブランドの進むべき方向を言い当てていたと強く感じています。この度スカイアクティブと鼓動という統一した商品技術とデザインコンセプトを織り込み、第4代目のロードスターを発売開始いたします。
この車はグローバルな商品ラインナップを完成させるモデルであるとともに、初代モデルと同様に誰もが幸せになる車だと確信しており、お客様に走る喜びと笑顔をお届けすることを通して、マツダのさらなるブランド価値向上と中長期の成長につなげてまいります。以上、私からも挨拶とさせていただきます。それでは、開発担当主査の山本よりロードスターの商品詳細についてご説明させていただきます。ご清聴いただきありがとうございました。皆さん、こんにちは。新型ロードスター開発担当主査の山本信弘でございます。本日は新型ロードスター発表会にですね、ご参加いただき大変ありがとうございます。少しお時間をいただきまして、マスターにとっての新型ロードスターの使命や志、そして具体的な提供価値は何なのか、少しお話をさせていただきたいと思います。まずマスターにとっての新型ロードスターの使命です。少し振り返りをしてみたいと思います。もうライトウェイトスポーツは作れないと思ってました。でもそんなライトウェイトスポーツをですね、マスターは1989年に復活させました。それが初代のロードスターです。この手軽に乗れる軽量で風とともに車を操って楽しめるスポーツカー、いつの時代にも大きな外乱に負けそうになりながらロードスターが醸し出す味、すなわち郷愁であり憧れであり、そしてさまざまな皆様との感情により世の中の多くのファンの方々に支えられ、そして25年と長い間ですね、ファンに支えられてまいりました。そしてたくさんのファンの方々の笑顔を作ってきました。人馬一体が織りなす走る喜びは、今やロードスターだけではなく、マツダが作る全ての車の根幹を成しています。つまりロードスターは私たちマツダのブランドアイコンなのであり、そしてマツダの魂なのです。守るために変えていく、この言葉は私たちが新型ロードスターを開発するにあたり、初代ロードスターの志に立ち返り、楽しさを次の時代に継承していくという私たちの決意であり、挑戦を表すキーワードです。年々環境安全性能に対する要請が厳しくなる中で、ロードスターもこの四半世紀の間にわずかでありますけれども、車体は大きくなり、そして重量も増えてまいりました。4代目となるロードスターはライトウェイトスポーツの原点を感じてもらえる楽しさを現代に体現することを挑戦してまいりました。マツダの最新のスカイアクティブテクノロジーと駆動デザインを採用するだけではなく、さらにこの車の最も大切な人が車を楽しむ感覚、すなわち感づくりを最大のテーマに、新型ロードスターの進化を革新のレベルに引き上げる取り組みを行ってまいりました。そしてそんな感づくりの思いから、商品コンセプトは人生を楽しもうとしました。私たちはこの車は単なる移動の手段ではありません。そして単なるものとしての車の提供をするのでなく、
この車を通じて過ごす充実した時間を提供したい。たった一度しかない人生を純粋に楽しみ尽くす喜びを届けたい、そう考えています。それを具体的にお客様への提供価値としてここに示す3つをですね、取り上げました。1つは誰もが一瞬で心ときめくデザイン、2つ目は誰もが夢中になるドライビング体験、3つ目は誰もが開放的でリフレッシュできる気持ちよさです。具体的な内容について少し踏み込んでいきたいと思います。まず最初は誰もが一瞬で心ときめくデザインです。私たちが求めたのはロードスターの4代目という単なるモデルチェンジではありません。トレンドに迎合したデザインでもありません。志したのはただ一つ、作り手としてこうありたいと考えるライトウェイトスポーツカーの姿を描き切ること、そして思いを純粋に具体化したロードスターへの登場を心待ちにしているお客様の心を一瞬でときめかせる美しいデザインを作りたかった。この車は車の動きとともにボディのリフレクションが変化します。これはマツダが誇るクレイモデラーの技が可能にした造形です。そしてヘッドランプからフロントフェンダー、そしてドア、そしてリアフェンダーの頂点に跳ね上がっていく、そして抜けていく造形は日本の書道にも通じる緩急のある動きがロードスターに脈打つ日本の感性を象徴しています。フロントビューは小型軽量の4灯の LED ライトを採用しました。そしてアクティブボンネットを採用することによって世界でもこれほど低く、そして短いこのようなフロントオーバーハングを実現できました。また見る角度によっては凛とした精悍な眼差しにもあるときは優しく慈愛にあふれる眼差しにも感じられる生命感あふれる瞳を表現したヘッドランプのデザインです。リアビューはタイヤの上部を覆うボディをボリュームを完全に切り落としました。そして低くて力強い台形フォルムを実現し足回りの瞬発力を表現いたしました。また歴代のロードスターを彷彿させる U の字と丸型を組み合わせたアイコニックなリアコンビネーションランプも採用しました。また歴代のロードスターは誰からも愛されるような雰囲気を持っていました。さて新型ロードスターはいかがでしょうか。上から見るとですね、少し目が細くてきつい顔をしています。でも少し目線を下げてみましょう。さあどのように見えますか。笑ってるねって言われるそんな表情に見えませんか。見れば見るほど愛着が深まっていく、そしてそんな深みのあるディテールも表現いたしました。インテリアではただそれを見るだけ、そこに座るだけで微笑み、そして心が躍る、そんなコックピットを目指しました。オープンカーのインテリアは単なる室内ではなく、あくまでエクステリアの一部であるという考え方のもとに、ボディパネルがドアトリムまで回り込んで車の内と外の境目を感じさせないインテリアとしました。二つ目は誰もが夢中になるドライビング体験です。私たちの最初の取り組みは初代ロードスターの開発から守り続けてきたロードスターの基本要件である軽量コンパクトであること、ありたい姿を描き理想を掲げ、すべてを新たに開発してまいりました。軽量化のスタートは最適機能配分とコンパクト化です。
まずは人が中心であるというコンセプトをきちんと守り、ドライビングポジションと室内空間を確保します。そして次にフロントミッドシップ、つまりフロントのタイヤの後ろにですね、小排気量のエンジンを搭載します。そしてオーバーハングを含む全ての部分を削ぎ落とし、徹底的に小さくすることを行いました。その結果、ご覧のように先代のモデルに比べて大幅にコンパクトになり、歴代の中でも最もコンパクトな全長を実現、軽量化に貢献しております。もちろんスカイアクティブテクノロジー、それによる構造革新も行いました。ルーフを持たないオープンカーの車体はアンダープラットフォームの構造がとても重要です。ボディとシャシーの一体化など構造を追求し、軽くて強い車体を作ってまいりました。軽量化を行う上でアルミの材料を使う、効率的に使う、これもとても大切なことです。それでは新型ロードスター、どこにアルミを使っているのか少し確認してみましょう。今日実はマグネットをですね、持ってきました。どこにこのマグネットがつくか確認してみましょう。まず最初にドアにつけてみます。はい、このようにドアにはマグネットがつくんです。ここは鉄でできています。じゃあフロントフェンダーに移してみましょう。つかないですね。これはアルミを使ってます。ボディやシャシーの部品を中心にアルミの材料の使用範囲をですね、進め軽量化を行ってきました。スライドは先代モデルで採用した部位を赤で、そして4代目で採用した部位を黄色で示しております。アルミボンネットやトランクニットに加えて、今回は今マグネットをつけましたフロントフェンダーやソーズトップのヘッダー、そしてちょっと見えないんですけども、車の前後にあるバンパーレインなど、車の中心から遠いところ、そして車の中心から高いところを軽量化することによって、車両の走行性能も改善する、そういった意味も込めて軽量化を行ってまいりました。また材料を単に軽いものに置き換えるだけではなく、マツダの歴代のスポーツカーが取り組んできたグラム作戦という取り組みを推進しました。このスライドにありますように、スポット溶接をしたその間はですね、波形のようにきちっと無駄な部分をカットし、1グラムでも削減できる余地がないか、さまざまな方法で軽量化をチャレンジしてまいりました。またこのように、これはクロスメンバーの事例ですけれども、強度上影響ない部位には穴を開けて重量を軽減したり、あと車が横にありますけれども、ぜひお乗りになった時にですね、シートのスライドレバーを触ってみてください。シートのスライドレバーは最小限の細さにして無駄を削ぎ落としております。軽量化にこだわるエンジニアの執念を垣間見る思いができるかと思います。誰もが夢中になるドライビング体験を提供するためには、マツダの新世代商品と同様にドライビングポジションは徹底的にこだわりました。なぜならば、車を自分の意思で動かしてその感覚を感じるためには最も大切な要件の一つだからです。それでは実際に私が車に乗り込んで少しそれを説明してみたいと思います。新型ロードスターは着座位置を車の中央寄りにセットし、そして車との一体感を感じられるレイアウトにしました。そして車の自分の中央にハンドルがあります。そしてペダルレイアウトもですね、このように自然に足を伸ばして自然な操作ができるように、当たり前のことですけれども、原理原則に基づいてレイアウトを行ってまいりました。また
意のままに車を操るには視界にもこだわりました。ここに示しますように、先代のモデルに対してミイラ規格といってですね、車の左右と上下のミイラ規格をこのように広く取るようにしました。このことによって狭い道やワインディング走行でも車の挙動と周囲の状況を素早く的確に把握できるように運転のしやすさを実現しております。単に視界を広げるだけではなくて、ドライバーから見たボンネット越しの視界はボンネット、フェンダーの形がですね、見えるわけですね。そうすることによって車の幅方向の見切りと前輪の位置が把握でき、自らの体の一部として車を動かしていることがごとく感じ取ります。これによって運転操作に対する車両の挙動の認知性を向上させております。エンジンの方に行きましょう。エンジンはスカイアクティブ G の革新技術をベースに新開発のスカイアクティブ 1.5 リッターを採用しました。レスポンスが良く、軽快で伸びのある、そして心地よいサウンドを作り込んできました。ここに示す黄色のベーストルクの特性から、低速域の使い勝手の良さを改善した上で、高速域まで伸び感を持つトルク特性を作り込みました。トランスミッションは6速マニュアルトランスミッションのスカイアクティブ MT と6速オートマティックトランスミッションをラインナップしました。特に6速マニュアルトランスミッションはロードスターならではのチェンジフィールをさらに進化させるため、すべての部品の機能配分をゼロから見直し、新規に開発をしてまいりました。また6速オートマティックトランスミッションはロックアップの領域を広げて、よりダイレクトな変速ができるように取り組んでまいりました。さて皆さん、ロードスターのサウンドをここで聞いていただきましょう。どうぞ。いかがでしょうか。乗ってみたいなって思える方がいるかもしれません。エンジン音、吸気音、排気音のチューニングをですね、行いました。歴代のロードスターでも大切にしてきた心地よいサウンドを、新型ロードスターの走りにふさわしい鼓動感があり、そして軽快にかつリニアなサウンドに作り込んでまいりました。意のままに操縦性を操るためにはディメンジョンにもこだわりました。例えば重量物をホイールベースの真ん中に集約し、コンパクト化、軽量化を図ります。例えばエンジン搭載位置は現行モデルに対してさらに後方にレイアウトしました。また上下位置についても下方化しました。先ほど言いました乗員着座位置の下方化と合わせて低重心化を実現いたしました。これらにより歴代ロードスターが大切にしてきた前後重量配分50:50、そして溶感性モーメントの低さ、そして低重心を実現しています。 FR のハンドリングはコーナーに減速し、そして旋回、加速していくという醍醐味があります。私たちはこれらの一連の操作を通じて自然で正確なフィードバックと車両特性を作り込んでまいりました。フロントサスペンションは初代モデルから継承するダブルシボンサスペンションです。リアサスペンションは先代モデルから採用しているマルチリング式を継承し、軽量かつ光合成を目指しました。3つ目の提供価値は、誰もが開放的でリフレッシュできる気持ちよさです。風を感じて走る開放感はもっと誰にでも気軽に味わっていただきたい、そんな思いで気軽にオープンを楽しんでもらえるように、ソートトップのですね、ホロの開閉やウィンドウコントロールを作り込んでまいりました。それでは実際にこの車でソートトップのですね、オープン開閉を私がやってみたいと思います。今はオープンの状態です。
車の中央にあるレバーをですね引きます。そうするとソフトトップがこのようにポップアップします。左手で前に引き上げ、中央のレバーを前にロックする。これでクローズが完了です。オープンにするにはこのレバーをワンタッチでオープンにし、そしてこのように尾節を持って後ろにソフトトップを上げてクローズする。瞬間的にですね座ったままでオープン開閉ができます。これであればきっと女性の方でも簡単にできると思います。さてオープンカーにとって音楽を楽しむ、これもとても大切な楽しみだと思います。マツダコネクトの装着車には運転席のですねヘッドレストに、これありますように45ミリのスピーカーを2個装着いたしました。これによって音だけでなくてハンズフリーの電話もクリアな音声で会話ができます。オープン走行の価値をさらに高めるアイテムです。日常での利便性についても触れさせてください。ロードスターはいつでもどこでも誰もが気軽に乗れることを大切にしてきました。先ほど紹介したソフトトップのオープン開閉、そして2人でこの車を楽しんでいただきたいということで2人分の荷物をトランクの中にですねきちっと入れたいということで、ここにありますように機内持ち込みができるキャリーオンバッグ2個分がですねこのように入ります。はい、それと2人で乗った時に室内でカップホルダー、これもとても大切だと思います。乗員の数によって前につけたり後ろにつけたりできる、そういった工夫も行いました。世界中のオーナーやファンとマツダが車への熱い思いを共有し、運転する楽しさを貫き通してきたロードスターです。私はこの車の主査として皆様への感謝とともに責任の重さを痛感しています。だからこそ次の25年そして50年を迎えても愛し続けてもらえるロードスターであるために、すべては諸子を明日につなげるために守るために変えていくという挑戦を続けてまいります。そのチャレンジは私たち開発者の任務であると同時に夢であり、そして幸せであり誇りなのです。そして私たちのこの志は確実に次の若いエンジニアたちにも受け継がれていきます。新型ロードスターがお客様の素晴らしい人生にエネルギーを与え続けられる存在になり、次の25年のヘリテージに向かって駆け足になることを確信しております。さあ皆さん、新型ロードスターに乗って人生をもっともっと楽しんでください。そして誰もが幸せになっていただきたい、そう願っております。どうもご清聴ありがとうございました。